で夏休みの旅行に行ってきます。今回はですね、海が見えるホテルに泊まるんですけれども、新平市のワンリーというところに来ています。そろそろ着きますので楽しみです。わー、海だ。日本のラブホテルっぽいんですけれども、ちょっとモーテルっぽい感じだけど、ここはファミリーが来て楽しめる場所なんで楽しみです。ついてる、ホテルのど真ん中にプールがついてる。わー、部屋です。バルコニーで、もう見てください、後ろが海なんです。ここのバルコニーから海が見えるんです。なかなかね、海が見えるホテルってあんまりないですよね。台北から40分で着きました。こんなに近くに綺麗な海があるなんて、ちょっと私自身もびっくりしています。海が見えます。癒されます。久しぶりの海、いい感じです。海に入ります。今からバーベキューです。
海美味しい。バイキングに必ずお粥が置いてあるんですね。どこのホテルでも。おいしい。おはようございます。今日もすごい天気がいいです。ちょっと海が昨日よりも青く見えるんですけれども、いいですね、この波の音。昨日は夜遅くまでバーベキューをして、それでみんなで波の音を聞きながら寝ました。ぐっすり寝れました。久しぶりの海なんですけれども、すごい楽しかったです。そしてですね、ここのホテルのお風呂、シャワーから出る水は全部温泉なんですよ。なのでお肌もツルツルになりました。今まで結構いろいろ温泉に行ってきたんですけれども、ここの温室はすごい私お気に入りです。硫黄の香りはあんまりしないんですよ。無臭に近いんですけれども、本当にツルツルなんです。なんかいくら洗い流してもこのツルツル感が取れないぐらい、この保湿効果はしっかりしてるんですよ。ここに住めたら多分肌質が変わるんじゃないかなと思うぐらい、ここの温室がすごく気に入ってます。はい、そんな感じで今回の夏休みの家族旅行なんですけれども、すごい満喫して楽しめました。ホテル内で何でもできちゃうっていうのはすごい嬉しいですね。やっぱり普段疲れてるので、やっぱ休みたいなっていうのもあるし、子供たちがこのホテル内で移動できて海に入ったりとか、あとプール行ったりとか、そしてバーベキューができたりっていう、こういう施設がすごく楽しかったです。また機会があったら来ようかな、もう一回と思っちゃいました。次はですね、部屋のベランダからビーチに行ける部屋に泊まりたいなと思いまして、やはりそのベランダから直接ビーチに行ける部屋はですね、大人気でなかなか取れなかったんですけれども、まあでも今回この部屋もすごい広くて綺麗で良かったので、はい、そんな感じの家族旅行でした。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してください。